もうさ、車引かれそうっすよ。え、な、え、何してんの？お前何やってんのそれ？え、サトルみたいなことしてんね。車消え、車、え？お前、え、え？え、車は？夏の。はい、おめでとうございます。17日目。もう早いもので、残り2週間っすよ。夏休みも。半分はとっくに折り返してますから。よろしくお願いします。これもう、あれなのかな？残りはサーカスを成功させるためだけのストーリー？もうそれしかお楽しみはないんですか？何これ？今日。中華料理？あ、そう、鑑定持っていかなきゃいけないの、これ。そう。あ、そうね。もう気になるね。うん。うん、どっちでもないと思う。それに関しては。あ、全然解決しないじゃん。うん、え、あ、そういうのよね、美味しいっすよ、絶対ね。もうニンニク使っとけばもうね、なんとでもなるみたいな。もうニンニク使っとけば大体美味しくなるからね、もう。まあ、翌日デートが厳しくなる。で、今日は、お、何？え？いや、もうそれ聞いたよね。いや、ちょっと待って。いや、違う違う、もうそれさ。いや、使ったよ、もう。え、君ら記憶失って、え、使ったよ？おい、それ使ったよ。あの、2万払ったやつでしょ。いや、使ったって。もうなぜか、お金も集めなきゃいけないからね。お金ってどうやったら氷、あ、終わった？あ、そう、ようやく終わりましたか。これで、ブルースタンプ？もう何の価値があるかも全くわかんない。このブルーのスタンプね。よし。ただ赤が3つあるんで、もうダメかもしんない。なんなら1日目、2日目、欠席してるからね。もう無理だと思う、これ。君らは、まあ、君らはもうテントに行くのか、まさか。君らテントに行くのか、どうなんだ。ちょ、テント、君、おい、やる気を感じないな。君らに関してはやる気を感じないな。ちょっと待って待って待って、これ止められんのか。ラウちゃんをラッキーよりも前に行かせるか、そういうことができるのかどうかというね、この遊び始まり。お前、かばうな、ラッキーを、ラッキーをかばうな。いいぞ、並んだ並んだ、並んだ、まあまあ並んだ。お前、先行きなさいって。どこ向かってるこれ。ちょ、俺、いや、帰るんかい。これ何？今日は？朝営墓地、また？え、また昼なの？しかも博物館の向こう側、まあ博物館に用事あるからね、まあそこがいいでしょう。はい、ここの町営墓地にまたなんかあるんですかこれ。ああ、里帰りしてる魂が見える。サトルも挨拶してきたら、あれ、なんかお盆のタイミングで行ったけどね。もう一回あるんだっけこれ。これは何ですか？キノコの森ってどこそれ。そんなあったっけ。なんかあったような気がする。行ったことあるかもね。しかも昼なの。キノコの森がおすすめだって。何それ。キノコの山がおすすめみたいな。何、タケノコの里とかの話してるこれ。何、キノコの森おすすめって。キノコ集めるのがベスト。いや、そんなことないと思うよ。別に高く売れるわけじゃないですね。私が必要なのはお金であって、キノコではありません。キノコは安価でしかね、取り扱いされませんので、で、あなたたちのサーカスの用品等々を買うことはできませんよ、これ。道具などは買えません。それでもいいんですか？もう全然買えませんよ。ここ稼げません、ここは。これなんですか？5丁目カフェ夜。あ、演奏会？違う？ん？この店は気の流れが交わるところにあるみたい。人とのつながりに化学反応を起こすんだ。いや、なんか揉めてたんすよ、昨日揉めてたの。何、今となって恥ずかしいけど、それもいい思い出。そんな話がここで聞けるみたい。なんか気になるね、それ。いや、揉めてたけどね、昨日。あれ、誰だっけ、タビノと、なんか山ジジイが揉めてたんだよな。はい。うん、そんな。あんま行きたくねえな、それ。これなんすか、調律博物館昼。ああ、いや、それ行く予定あるよ。ラッパ森の向こうにある立派で綺麗な建物らしいよ。あれ、なんかあんの？不思議な神様の話聞いたことある。え、あ、それ、え、いるの博物館のとこに。場所は近くの民家。え、解決してないっけ。結構昼助かるね、これ。探偵のところにもちょっと行きたいんだよな。何するしろって言ったっけ。もうびっくりした。お前、早くない？おい、ちょっと、キャーじゃないの。こう、すごい、ごめん、なんかごめん。待てよ、お前、何、こっちが謝ったと思ったらなんだそれ。ちょ、ひでこ、近いな。うん、研究所まで行くときにいつも本屋さんが目に入るんだ。パパが好きな本出てたかな。ちなみにパパの好きな本はブリーチ。ブリーチはもう終わったよ。で、あとお会にご飯あげなきゃいけないからね。はい、あとお会はまだまだ成長中だ。どうしようかな。グリ、多分10あるよね、ちゃんと。はい。え、これまだ足りない？なんかあれだよね、中野タイガーはこれでもう成長しきったんだよね。どう？あー、そうだよ、まだだよね。まあまあ、あと岡井先生に関しては、え、あ、お腹いっぱい。そうだよね、また明日ってことだな。しゃあないね、これは。もう育ち切ったらまた何か報酬があるんだけど、1万円ぐらいもらえなかったっけ。なんか正気じゃないの、普通に売買してるもんね、豚を。なんか事件あるかね。あー、どうした、事件か。暇なんかよ。じゃあいいじゃん、
暇だぜ。あ、喋んないんだ。暇勉強しろ。おう、君はもう絶対勉強した方がいい。進学校に行く顔してるもん。どうした？なんか、いや、ない方がいいのよ。事件とかないのかよって。ない方がいいよ、それは。事件でも、こう、一番お前やばいな、ほんと。事件じゃないよ。すげえ欲しがってるもん、事件を。もう喉から手が出るほど欲しがってる、この人。事件なんてそんないつでも起こるわけが。あー、どうした？そういえば、この間散歩してる時に大きな荷物を背負ったおじさん、山じじいでしょ、それ。多分山じじいのことでしょ。そんなの普通じゃん。そうだよな。旅行の客？いや、違う。山じじいだと思うよ。おう、僕旅行客じゃないよ。そこじゃないよ、切れるポイント。でもその人すごい早足で、いや、そうでしょ、山じじいでしょ。もう見えなくなっちゃった。いや、山じじいめちゃくちゃ早いもんだって。ラジオ体操向かう途中とか相当競歩みたいな感じだもんね。いや、山じじいだって。確かに変なじいさんだな。いや、そうだ、ほら山じじい、そうだ、もう山じじいだから。なんで山じじい、決まってるだろ、山盛りの荷物を抱えてるから。あ、そっちなんだ。山、じ、じ、い。え、何その言い方。なんでそんなキモい感じで言うの。なるほど、陽介くんにしてはやるわね。にしてはは余計見下してるんだろうな、秀子は。ともかく俺たち探偵団で山じじいがどこに行ったのか。いや、いるよ、あそこの小屋に。あの、私2回行きましたから。まあ、今日もなんならね、あの、夏物のあの裏話聞いたんで、行ってもいいかなと思ってたぐらいよ。うん。いや、違う。君らには無理だよ、でも。めちゃくちゃ登んなきゃいけないから。あの、ステッカーが必要。山じじいを追いかけろって、ストーカーじゃねえか、その。ストーカーすんの、こっから。まあ、ここで、あの、鑑定してもらいましょうね、これ。おい、なんかいるんだけど、もう一番嫌なのいる、これ。ごめん、一番は言い過ぎたわ。二番だわ。いや、一番だわ。シュートいるんだけど、これ、ま、何やってんの、君。え？いた？館長、どっか出てきた。うん。そうね。うん。名前は言わないんだ。おう、まあね、楽団の人いるじゃん、そこに。おう、そうだね。いや、そうだよね。いや、そうだよ、楽団の人いるからね。おい、痛いとこ疲れたぞ。え？お前ダメだな。ほんとダメだな、そういうとこな。おう、うん、すり替えた。何か集客手段を考えてますでしょうか。そんなん言わなくてもいいじゃないね。将来性についてズバッと切り込んだ記事を書きたいのです。あ、ないですよ、将来性は。うん。ではぜひこのことを記事にしてください。え、なんかあるんですか。この博物館では治療価値のあるアイテム、昆虫、魚などを広く収集。いや違う、全部サトルが提供してるから、これ。面白いものを見つけたら、いや、そら、ほら、もう全部人任せだもん、ここ。みんなでこの調律博物館を盛り上げていきましょう。おう、みんなで自分たち以外っていうね。あ、ここでね、もう始まるの、こっから。どれどれ。あー、もうこんな私が鑑定してあげる台本みたいな感じ。博物館の館長に謎の物体を渡す。こんななんか台本みたいな流れある。シュートが見てる、ここで。これ何ですか。いっぱい拾ったんすよ。どうしましたか。めちゃくちゃ拾ったんすよ、今回。これはお、あの伝説の一品。ここでガラクタ許されてないからね。なんと素晴らしい。あ、来た、ほら、もうこれにはシュートも驚きですよ、こんな。おう、このやりとり、当館で展示させていただきたい。これはもうすごい見てるもん。おう、展示してもらうことにした。いや、これだいぶひこってきたんですよ、もう。そう、もうラッシュよ、こっから。おう、これってなんだろう。もう相当ラッシュかかる。え、こんなんもう全部見てたら相当時間かかるよ、俺。伝説の、うん、全然。いや、ガラクタでしょ、その感じ。お前ふざけんな。でもふざけないでもらえる。ちょっとすば、なんだ素晴らしいガラクタって。え、高い値段でお店で売れる。え、本当に。それは素晴らしいガラクタ、本当かね。10万円とかで買ってくれる。いや、まだあるんですよ。そうまだあるんですよ。シュートずっと見てんの、このやりとり。お、いや、これもなんか嫌な予感するぞ。なんか見てないもん、あんまり。ほら、もう、なんかガラクタの時全然なんか見ないもん。早めに手放した方がいい。もうシュートの顔面に投げつけるぞ、こんなもん。いや、まだあるんすよ。まだあるから。え、なんかその、見てる感じ、手抜いてるもんね。おわ、これもそうじゃないか。え、ちょっとめちゃくちゃ手抜いてない？お前、いらねえ。素晴らしい。でも効果で売れるんだっけ？あ、それは素晴らしいね。じゃ、これで20万っすね。はい。え、まだある？まだある。うん。この流れ悪そうじゃない？これだってちゃんとした化石先に見せそうだもん。ほら、もう全然言わないもん。全然見てないもん、ほら。もう、多すぎない？もうこんなん、シュートの前でこんなん良くないって。
よくないって、週記事に書かれるってこんな。ねえ、僕もうまだあるんですよ。うん、まだあるんです。これって何だ？うん、いけると思いますよ。ちょっと、だからもうそうだろうね。絶対いいもの先だもんこれ多分。え？何レインボーダイヤって？え？あ、手に入れたことあったっけこれ？え、あったかもしんないこれ。この世のものとは思えない。その美しさゆえに高額で取引される。お、シュートが目光らせるぞこれ。ええ。うん。まあまあ売ればいいってことですね。あ、そうなんですねこれ。なんだ。いや結局あれだけあってナウマンゾーの1個だけだったぞ。ナウマンゾー、ナウマンゾーでもちょっと揃ってきたんじゃ。んな、どうした。あ、いや、いらないいらないいらない、そんな。ナウマンゾーの方書きな。なんだこれ。素晴らしいガラクタだからそこそこの価値がある。いや、ナウマンゾーの方書きな。ナウマンゾーの方見た、絶対こっち書いた方がいいよ俺。だって揃ってきてんだから俺。あと3つだな、ナウマンゾー。これす、いやまあ中途半端ね、どれもね。でもちょ、なんだこれ。あ、え、これか、これ、あ、これか。あ、見えなかった。ブルーの長靴。なんか、博物館の裏手にあるで、これ、まさかこれ。あ、なんか、町営墓地探してたらいきなりなんか、こっち手に入っちゃった。え、もう一回じゃ、あ、これだ、これ、これ、あった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 。え、でもさ、誰もいないんだよね。今日に関しては誰も、おっ、あ、いるじゃん、めっちゃいる。あ、君らがいるのか。制服が違うわ。制服が違うとか、いつ、おお、いつもなんかジャージだもんね。おお、なんか今日制服姿でどうしたの。もうこういう場だからか。え、ちょ、な、何系って書いてあるのこれ。え、全然見えない。何これ。向かうっていう字は見えるから、あとなんて書いてあるのこれ。 あ、向かう全然違う。明日分けって書いてあるこれ向かうに見えたんだけど、明日のあの妙が、妙が向かうに見えた。ちょっと何してるのこれ。うちのご先祖様たちへ、ええ、ちゃんと成仏してください。あ、今日はそういう日ですか。おう、天国へ、おう、天国へ。うん、怖いよ。どうした。おう、おう、たまには帰ってきてくださいね。おう、時目も振らず本屋へ。おう、帰ってこい。あ、こっちは本屋に招いてんだ。え、何このイベント。え、これ終わり？多分もう他誰も来てん。ん？おい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 。おりえボケこれ。これまさか育て。うわ、自分で買いたいな。来た。来たよこれ。早速持ってかなきゃ。ん？待て、新種じゃないか。この新種、こういうのってどうやって捕まえるんだ。捕まえた？捕まえ。何何、え、何これ。二重や星テント、これ激レアなんじゃないか。博物館コースじゃないか、これ違う。二重や星テント、ね、教えてさとるこれ。いやいや、もう怖いもん。もうなんかキノコの、あ、これか。一応じゃあ、こう、あ、でも近いわ。キノコの森ここにしといて。え、こんななんか田んぼあった。え、こんな、何、え、こんなとこあったっけ。なんか新種いそうじゃないかこれ。絶対新種いそうじゃないここ。こんなんだって来たことないもん。これ絶対新種いるわ。これこれ絶対来たことない。この来たことないですよこれ。新種いるよこれ。全然いないじゃん。 あれかな。 あれじゃない、民家。これこれっぽいな。これや。ここにあのさっきのブルーの長靴をお供えすればいいって。あるもんだって。見つけろ。 ありましたよ。 これ来たんじゃないかこれ。これで OKOKOK 素晴らしい。タスク完了。おう、すごいね。別に何もすごくないよ。長靴置いただけだから。ステッカーそろそろもらえるんじゃないか。うん、そろそろ人数これいけてるんじゃない。ここらへん、いや全然まだ全然足りてないな。でキノコの森でキノコ収集しろと。え、そんなにさ、キノコってどうなの。今日はめっちゃ生えてる日とかそういうこと。まあまあ普通のはあるよ。あ、でもめちゃくちゃ生えてる確かに。でもこんなん別にそんな売れるわけでもないしね、高くね。これ集めてそんなに何よ。毒キノコ食べられないし、触ってかぶれるのも嫌だし、ほっとこう。サトルはそんなの恐れないよな。電車に飛び込むぐらいなんだから。まあ、とりあえず墓地行って、キノコ行って、博物館行ったから、もうとりあえず昼のタスクは完了してると。あとは山じじいっすね。で、これは夜だから。あとは山じじいっすよ、これ。あ、これ灯台の上まで登んなきゃいけないのか。今のステッカーの量だと、ちょっと無理、さすがに。車じゃん。車じゃない、ちょっと、おい、すいません、止まってください、車。すいません、止まってください。灯台まで乗せてもらえますか。すいません、よろしくお願いします、灯台まで。何これ。ちょっと、ちょ、動揺して。え、ちょっと、これも、ちょっと待って、これも育てられる豚じゃないの。え、マジでこんな、マジでこんな増える。お、一気に2匹増えたんだけど。やばいな、これ、育てられるかしら、こんなに。これでしょ、だって。いや、無理でしょ、これ。いやー、きつすぎるね、これ。
途中で休憩できる場所ないでしょ。だってあ絶対無理だわこれ。え、こんなにステッカーなきゃいけないの？絶対無理だもんこんな。え、全然山地震のところより全然惜しくもないもん。え、休憩できる場所とかないのこれ？え、これ今の倍ぐらい必要なんだけど。なんかいる。あれちょっと何やってんの？お前何やってんだ？こんなとこで。おいどうした？灯台思ったより高い。いやそうなんすよ。これ登れないんすよこれ。どうした？え、何をやってんの？渋谷探偵事務所謎解き現場検証中。今日のテーマは盗まれたレンズの謎。そもそも灯台の光が暗くなるなんてあってはならないことだよね。もしかすると灯台元暮らしってこういう時に使う言葉なんじゃねえのかな。その間違いはさすがにひどいと思うよ。あってはならないことだよね。しかしどうやって解決すればいいのか皆目見当もつかないよ。客人は灯台森のおっさんから話を聞いてるんだよな。それ大切。俺たちは以前あのおっさんにいたずらして何をしてんの。盛り付けに何をしてんの君は。灯台もカフェも出入り禁止。やばいじゃん。とんでも本当に嫌われてんだね。よし新種来た。これセミギンの類でしょ。ミンミンゼミ、これは知ってますよ。もう馴染みのあるこのカラー、なんかスイカみたいなこのカラー、これはよく捕まえてたからね昔子供の頃。汚くない？なんかミンミンとなく太っちょだ。大好物は欅の木。そうなの？あの羽ちぎれてないかそいつ。なに？なんだ？なんだ？なんだ？どうした？やったよ。小さな車がたくさん売れた？俺の車より豪華なんだよ。何の話？あれかトミカか。おさ車引かれそうっすよ。え、な、何してんの？お前何やってんのそれ？え、サトルみたいなことしてんね。車消え、車、え？お前、車は？お前、え？お前、え？もう消し飛ばしたな、今、車。え、お前見たよ、今。お前、見たぞ、今。お前見たぞ。やったよ。うん。やったよって。あ、消したから。やってやったよ、みたいな。怖いんだけど。しかも、ちょっと待って。小さな車って言ってる？こんにちは。あ、今日も演奏するんだよ。演奏しすぎて手の長さが変わりそうだよ。いや、話ずらすな。こうだっけ？一気、いや、一気に2匹増えるのはすごいよ、これ。名前何なんだろうねこれ。いや2頭入れたって一気にどうやって連れてきたんだそれ。おい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 、これちょどれがどれ、これがまさか後かいか。あそうだよね。はい、お腹いっぱいみたい。あとの2匹はなんて名前になるの君らは。豚さんに名前をつけてあげよう。来ましたよ。え、ひーふーみ、お前さすがに将棋すぎるよそれ。加藤じゃないっすか。もう阿藤がいたと思ったら加藤いるじゃないっすか。ひふみやないっすかこれ。どうしようこれ。まあ、全然ひふみでいいよもう。無理だけど。え、どうしよう。ひーふーみ、いやもうひふみでいいよ。みーにするか。もう加藤ひふみです。え、加藤ひふみにしますか。はい、よろしくお願いします。今日からこの豚さんの名前は加藤ひふみだ。加藤ひふみはまだまだ成長中だ。どうしようかな。これグリいけるのか。え、これ大丈夫？グリ持ってる？もう早速あげてるけどね。え、これで満足？加藤ひふみはまだまだ成長中だ。まあそうだよね。加藤ひふみはまあお腹いっぱいみたいだ。多いな。こっちは、これはさすがにね、また、いやそうよ。さすがにね、あと加藤と来たね。また藤がつく。佐藤とかありえないからね、多分ね。そこは佐藤の関連欲しいな。白髪チュンはマージャン出してきたねこれね。白髪チュン、髪はさすがに焼肉の部位すぎない？わかりました、チュンで。チュンにしますか。はい、今日からこの豚さんの名前はチュンだ。チュンはまだまだチュンって、いやいいのかそんな名前で。え、なんかいない？え、なんかいない。ちょっと待って、は、何してんの？え、何やってんのこんなとこで。え、どうした？え？おう。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 こうなって。おう。昼間だとわからないな。おう。夜ここに来て、ここから見る花火がどんな感じなのか、後で教えてくれないか。こっから？タスクですね、これ。しゃあないな、これ。じゃあ頼んだよ。え、ここまで来なきゃいけないの？おう。夜ここに見に来て、おう。その感想をラジオ体操の帰り道にでも。いや、結構ちゃんとやらなきゃいけないよ、これ。マジで？え？これそもそもどこなんこれ。え、こっから見るんすか。これそもそもどこなんすかこれ。え、これなんてとこ。いや、わかんないわかんない、ここどここれ。さすがにここ急斜面すぎない？悟り行けんのそれ。え、
ええバケモン新種いっぱいいるじゃん。これ手でいける？いやすごいね。ゴイシシジミ。あ、なにこれ。ゴイシみたいってこと？あの、囲碁の黒石みたいだから色がね。ゴイシシジミ。そういうことでしょ。教えて、ちょっと一応答え合わせしよう、サトル。そういうことだと思うよ。そんな柄はしてないけど、本当に理由はちゃんと囲碁だね。なんで蝶々が囲碁やってる絵描いたのこれ。虚偽の申告が過ぎないこれ。これはさすがに嘘つきすぎでは。これちょっと、はっ！なにこれ？これも新種？これは？うわ！大一文字。これはすごいぞ。これ博物館レベルでは、これ。めちゃくちゃ綺麗じゃない？そんな汚かったかね。山地来たよ。え？今日座ってないんだけど。どうした？なんか作業中ですかこれ。え？今日も牛肉運んでんのかなこれ。怖えわ。あ、そうだ、これグリーンの長靴。そう、これ。途中でダメだったんだよね、これね。そう、これトコトコがね、ここに収める途中で、せき止めてきたから。これステッカーそろそろもらえるんじゃないか。もう人数的にはだいぶ、はい、あ、いいやで、人数的にはだいぶ合いましたから、これ座敷わらしも。え、まだなの？もうしぶといね。山爺ちょっとお話聞かせていただきます。ちょっと牛肉今日も持ってきてるから見せて。ちょっと牛肉あるわ今牛肉、ちょっと待って、牛肉をどうにかアップで見たい。牛肉見らんないなこれ。どうやっても牛肉がアップで見らんないこれ。しょうがないな、話聞くか。じゃあいい話聞かせてもらえるかな。何をしていたの？今日の荷物を運び上げて、その後少し休んでたんだ。あ、そう。おじさんは、おじさん、白犬トマトの配達の人なの？え、何白犬トマトって？違う。俺はこの山小屋に荷物を運び上げるのは仕事さ。え、でも牛肉運んでるよね、これ。中身違うのかな？箱だけそういうので、中身は全然違うのかな？荷物の重さ。そうだな。え？それを背負ってこんなとこまで。もう慣れてしまったよ。もうすごいね、ほんと。だってこれ壁よじ登ってきてるからね、ここ。なんでこの仕事？そうだな。山が好きだからだな。山が好きだから。え、終わり？ちょっと待って、タスク、すいません。山じじいのこと噂されてたんですよ、これ。気をつけて山を。いや、違う。はい。さよなら。いや、違う、さよならじゃないの。さよならじゃないの。あれ、ちょっと山じじいのこと言われてたんですよ、タスクで。待て。さよなら。さよならじゃないの。違う、さよならじゃない。なんだそのダンス。まさか、朝から追いかけろってことこれ。え、これ朝から、今じゃなくて、朝運んでるのを見たときに、あそこもうラジオ体操参加せずに追いかけろってこと？え、ラジオ体操捨てろってことですか、私に。え、そういうことだよね。だってこれはもう無理。あ、乗るな。うわぁ。サトル、さすがにこれはダメだよ。え、何の矢印それ。え、何の矢印、え、お前、信じていいの？この矢印。信じていいんだね、これ。え、調べる。誰かが岩の上にチョークで矢印を書いてる。え、でも矢印の先に道がないように。崖を使っていくと、何？伝っていくと先に何かある。なるほど。行くしかないようだな、サトル。え、こんなんでも、落ちたらもう大惨事ですよ、こんな。サトル、やめた方がいいよ、これ。だって落ちたら絶対サトルさん、サトルさん、いや、このサトルさんだから言ったじゃないですか。これも新種じゃないか。これカマキリっぽくない？ハラビロカマキリ。これいいっすよ。これ結構レアなんじゃない？え、これ何？いや、そんな顔？え、あ、来た。マジでやりました。ただ1枚増えた程度ではね、ちょっと弱いよね。いや、1枚じゃ全然弱い。うわ、25匹増やしてきたわ、当然のように。多分もうそろそろフーだと思うよ、これ。あ、やばい。これ橋に届かないんじゃないか？まさに届かなかったらまずい。あー！新種だぞ、新種！サトル逃がすな、新種！サトル何をしてるん、マジで。いや、来たわ。うわ、もう、まあいいけど、ダメだわ。今日は何すか？え、トンカツ？トンカツじゃないか、これ。おう。いや、違う。いや、とんかつなんだけど、あの、え？なんか、サトル、今日会ったこと言うじゃん。バク、なんとか見つけたんだとか言うじゃん。え、なんも、今日、何の実りもない一日だったのこれ。サトルにとって今日は何にもない日だった。あったよ、一応。そんな、あったって。今日もサーカスやんのか、そういえば。え？何の話？何のことですか？そうだよね。え？いや、知らない。何それ？え？ちょっと見たいですね、それ。
おう、それは見てのお楽しみ。いや、ちょっとこれは見に行きたいな。おう、向こう側、おう、駅の右側に踏切がある。あー、あったかもね。結構遠くないですか？分かった。え、みんな来るの？え、サーカスどころじゃないですよこれ。でもサーカスもやんなきゃ、結構忙しくないかこれ。で、5丁目カフェ行って、じゃあ灯籠流し、ちょっと気になるなそれ。一応ちゃんとイベント入れてくるね。これカフェで何が行われてんだこれ。なんかやばいかもしれない。でもこの2人は多分ね、まあまあ、あのなんか演奏についての話し合いでもしてるんでしょうねこれ。まあ大丈夫だと思うよこれ。あ、怖えな。なんか何やってんすか。お、え、名前？何の話？天狗のなんとかを拾ったんだ。ああ、なんかね、どんなもの？はいはい、銃みたいなやつとかでしょ。天狗のものなら、え、昔マスターもいくつか作ってなかった。作る？え、何やら町の話題。いやいや、ちょっと何それ。とか、ほう、いやいやいや、おー、なんだ、なんか隠してんな。おー、ちょっと違います。え、いやいや、おー、なんか隠してるぞ。おー、他人の空に、おー、ちょ、隠してるね。いや、ちょ、隠してますよ。でもまずそう。なんで泣いてんのその状況で。おー、なんか隠してんな。あの銃とかでしょ、だって。何このかい、これだけのため来たの。なんか怪しい。揉めてんな。まだ揉めてんの2人。うん、ああ、観光名所なんてこれ以上作ろうとしないでくれ。ああ、今のこの街のことが好きで来てくれる人だけでいいじゃないか。ボイスなくなってんな。ああ、意見が分かれるなみたいな。なんで2夜続いて、なんであれなの、揉めてんの。ここらへん、これだ、これか。あ、いや、ちゃんとわかるようになってるわ。うる、怪しい人来てんな。どうした、灯籠流し行かないの、どうした。そういえば、あれは中学生の時だったっけな、イギリスの人形劇サンダーサンダーがすごく面白かったんだ。どうして。人形劇なんだけどサイエンスフィクションなんだよ。今だったら考えられないだろう。おう、ひでこ無視だね。どうしてって聞いて答えてくれてんだから、一応無視はやめようか。あ、めちゃくちゃなんか光ってない？もう始まって、あ、なんか、こう駆け抜けてる子いる。え、誰あれ？あ、あれか、え、全然灯籠流しに興味ない。あの人でしょ？あの、ちょ、カニ。あの人でしょ？あの、美術館かなんかにいる。全然灯籠流し興味ない駆け抜け方してて。お、ここじゃないか、これ。すごいな、これ。これ入れない。夜の海は確かに入れないのか。これ釣りとか舐めてるよな、さすがに。さすがにサトルこんなことしないよね。何をしてるの、あんた。どんな会話。え、なんか制服になってるね、今日、トータルで、ずっと。うちのご先祖様たちへ。お。たまには帰ってきてください。あ、さっきも言ってたもんね、それね。うん。なんか本屋に来させようとする。お。あー、そういうのをやるんだ、こういう。灯籠流してあんまりね、馴染みがないですから。こういう感じなんだね。ちょ、京子は？我が家のご先祖様たち。お。いろいろとありがとうございました。お。もしまだその辺にいるようでしたら、お。ちゃんと成仏してください。うん、ちゃんと、おい、はいはいはい。いや、そうだけど、そうだけど、いや、強いのよ、当たりが。当たり強いのよ。追い出そうとする当たりが強いのよ。で、京子は帰ってきてくださいって言ってんのに。君、当たり強いよな。これ怪しいね、君はね。あ、何？長岡に話しかけたら何こんな感じになるの？ああ、そうだね、確かにね。え、うわ、日本の夏は悲しいな。あんま経験ないっすよこういうの。そしてまた帰っていくのも、戦争があったあの時代のことを振り返るのも、おう、全て夏だ。なるほどね。この大気に生と死が充満している。おう、日本の夏は悲しい。あ、なんかちょっと深いこと言うね。え、終わり？え、すいません、終わりっすか？これもう一回話しかけたらまだね、深いこと言うと思うよ。同じこと繰り返すとかね、絶対ないと思う、そんな。もっと深いこと言ってくれる？同じ話しないと思うよ、さすがに。どう？この大気に生徒しない。同じ話すんなって。やばい、花火上がっちゃう。これ、所定の位置どこだっけ？なんか、いや、わかんなくなったわ、これ。天狗の山のさ、この、いや、どこだったかな？俺はもうピン刺してないからわかんなくなっちゃった、これ。やばい、どこで見ろって言われたっけ？もう始まったんだけど、これ。あ、始まってもうた！始まっちゃった、すまん。お、ごめん、あの、所定の位置で見たかったんだけど、もう所定の位置が全然わかんなくて、もう、なんか、しかも、サトル見てないし、もう、全然見てないし、何をやってる？まあ、今日も客ゼロだろうからね。これ、演目変えた方がいいのかな？なんか、前回一応成功したんすよね。え、変えた方がいいのかな？これ、やっぱり新曲使ってるよね。玉乗りやらせるか、これ。一応、衣装買ったんで、この人、成功率上がってるらしいから。玉乗り、これだけ変えよう。
でシーソーとか買ったから、これは成功前回したしね、これでいいと思うよ。いやいや、これで、ん、今日のおすすめを選ぶ。あ、今日のおすすめ変えられんのかこれ。玉乗り、これだけ1個しか変えてないけど、着実にステップを踏むためにこれでいきます。いや頼むよ、ほんとかかってますからね、今後が、我々の今後がかかってます。これ、客来てるの、これ。まあ絶対いないんだろうけどね、まだ。お、頼むよ。お、え、めっちゃ来てる、めっちゃ来てんじゃん。あ、そうか、広告入れたからか、多分広告入れたからでしょう。うわ、めっちゃ来てる。おい、森助たち来てるぞ。あの美術館の子も来てんじゃん。いける、お前、頼むよ。衣装買ったんだからな、わざわざ。頼むよ、本当に。これミスったらもう終わりだからな。もう島流しですよ、これ。え、いける、え、え、え、あかんのでは。え、いける、それ。ま、いや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 、お前、お前バカなんじゃない、本当。いやいや、お前最悪、もう最悪なんだけど。やめとけよかった、もう。おう、いや、これお願いよ、お願いね、もう。え、これは前回成功してるからね、同じ展開あったから。これお、頼むぞ、ポー。前回これ同じ展開ですからね。お、いける、いや、これ多分いけると思うよ。で、あ、で、こう、バーンでしょ。いやー、これ、お前やっぱラッキー池田に、ま、ダメだ、あいつを信用したのが間違いだった。おう、これ頼むよ。おう、これおすすめですからね、今回のね、目玉商品。お願いしますよ、ほんと。客来てんだからね。よし、さすが、素晴らしい。お前できるな、君らやればできる。やっぱダメだな、これ。足芸にしとけば、めちゃくちゃ。マスター。おう、マスターと森助がもう上で拍手してるもん、ほら。ああ、シュートも。いやー、ちょっとたまお前ダメだな、ほんと。おう、何君やりきった感出してんの。いや、ランクアップしたけど。え、公演の演目数が増える、買える機材も。え、ちょまだ読んでんだけど、まだ読んでんだよ、途中なんだよまだ。衣装は、衣装、え、これ誰、次ボーでしょ、多分ボーだと思うよ。あ、君か。6400、他の先見ていい、これ。お前ラッキー、着用すると演目の成功率アップなのに何をしてくれてんの君、本当に。うん、道具は、じゃ道具、何これ、脱出ゲーセット18000、たっけー、お金なくなるわこんなん。新曲はちなみに、あ、これはいけるんだ。いや、これラブちゃんの衣装より脱出芸の方がいいんじゃないか、ちょっと。いやー、際どい。いや、脱出芸の方がいいな、これ。トコトコくんとラブちゃんの、あ、君ら2人のやつなんだ、これ。いや、そうすると衣装もね、成功率アップのために欲しいけど。いや、これは欲しいね、新しいの見たいですからね。お金がもうないんだけど。あの、18000円って小学生が払う額としてはとんでもないよ。君ら大人がいるんだからさ。もう大人でもなんなら18000円戸惑うよ、ちょっと躊躇するレベルの。それ小学生に買わせるってもうさようならじゃないのよ。もうなん、悪人だな、ほんと。絵に描いてね。まあ今日はもう寝るか。とりあえず。いろいろやりましたんで。何これ。あ、あったあった、これ。仲良く二人で墓参り。確か二人は親戚だ。お墓に向かってお祈りしていた。え？そして空から降るのは隕石だ。しょうもないこと書くね。もう、じゃあ、こういう人がもう、ほんとしょうもないね。次は？まあ、なんかあんの？え？あ、どんな、これ間に合わなかった。ごめん、あの、間に合わなかったんだ。しかも場所忘れたわ。どこだっけ？どっからだっけ？頑張って見に来いか。ごめん、どこからだっけ？え？見た目は普通のおじさんだったよ。いや、今さら？まだある？サーカスの、あ、灯籠があったわ、これ。裏浜見た？灯籠流し。綺麗だから悲しいね。神社の灯籠は石だから海に入れると沈んじゃう。これいいじゃん。綺麗だから悲しいね。かっこいいじゃん、これ。これでね、悲しいね。ウェーンマーク、これですわ。え、サーカスのことは？え、サーカス、え、サトルにとってあのサーカスはどうでもいいの？いや、今日のサーカスはこんな感じだったって書いた方がいいんじゃない？だって、めちゃくちゃお金出してんのよ。あなただけよ。お金出してんの。めちゃくちゃもう、すごいお金出してんの。もう、なんならもう、そろそろ家賃ぐらいのお金出してんだから、もう書いた方がいいよ。今日はこんな感じで、家賃ぐらいか出してんだから。